はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ本当にありがとうございます。今日はですね、朝7時からだったんですけども、商工会のメンバーでですね、緒方駅の周りの、まあ、夏お盆前とお正月前、暮れにですね、年に2回大清掃するんですけども、今日は夏の大清掃の日でした。もうそこで朝から皆さんもう全員汗だくになって作業してですね、で、まあ、帰ってきたんですけれども、まあ、今日はちょっと家の近くにですね、あのこういっためっちゃ破りになってるとこがあるんですけど、まあ、あの家の敷地敷地って境があるんですが、当然のことですけど、でもやっぱりあのよその家の人と隣接してるところっていうのは、まあ、綺麗にしておかないと相手の方にもご迷惑がかかるということもあって、今期2回目なんですけどね、もう1回買ったんですけども、いつ買ったのっていうぐらいに伸びてしまっているので、ちょっと頑張って今日は借りたいと思います。今日は私はあのプライベートで自分とこの明かりの動画になりますけれども、最後までのご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それではギラギラと暑いですけどね、太陽に負けずに、もう外気は30度超えてるんですけどね、32度、1、2度ぐらいになってますけど、頑張りたいと思います。ちょっとですね、ここあの足場ってここちょっと段になってるんですけど、上の段がうちの、まあ、敷地になるんですね。で、とりあえずこんにゃくだけは残して、あとは刈ろうと思ってるんですけど、ここの周りの、近所の方の敷地も、あの実際日頃ここに住まわれてないので、やっぱ周り草ぼうぼうになっちゃってるんですよね。だから自分がアクセスするところぐらいはあのよその方の敷地ではあるんですけど、ちょっとね買っていこうかなと思ってます。
もうなんかヌタヌタですね。一応この境のところ刈り終わりました。まあ、いつもながらに荒ましではあるんですけれどもね、突っ込みどころ満載だと思うんですけども、とりあえず、やりました。今回ですね、ちょっと意識したのがこれなんです。わかります？こんにゃくです。なんかね、こんにゃくってちょっとね、いびしい感じ、なんかちょっと怪しげな模様なので、こう見た時にちょっとね、ひびっぽい感じがするんですけど、このこんにゃく結構太いので、割とね、あの芋が大きくなってきてるんじゃないかな、なんて思ったんですね。で、こんにゃくの芋からこんにゃくができるわけですから、これ切っちゃうとね、かわいそうかなと思って、今回このこんにゃくが結構植わっているので残しました。あまり近づくとものすごくお見苦しい汗だくの姿なので、ちょっと遠巻きで見てですね、今あんな感じで、こんにゃくをかなり残しましたけれども、無事にここの段の草刈りは終了いたしました。全国暑い中、炎天下の中作業されているいろんな仕事の皆さん、お疲れ様です。また暑さに負けず頑張りましょう。豊玉でした。バイバイ。